放送事故であります、ね。はい、久しぶりですね。お久しぶりですね。何ヶ月ぶりですかね。3、4ヶ月ぶり。放送開始の1回、2回目か3、何回目まで来ました？ 3 回目ぐらいまで。3、4回ぐらいまでですよね。で、そこからもうパタッと。パタッと。あの、レギュラーのはずなんですけど、来ないという。音信不通になってきた。はい、音信はつながそうそう。音信はつながったんだよ。そんな、なんかどっかで、どっかに駆け回られたみたいな。はい、まあでも、はい、あの母船の方に乗っていろんなところに行かれて、はい、ルイちゃんです。母船乗ったんだ。いいね。俺も乗ってないよ。母船は、はい、潜伏活動してない。潜伏活動していた。インフルエンザみたいな。空から光がまってですね。そんなそんなリュウタさんと、はい、フライデーですね。はいはい、どうもどうも、はい、よろしくお願いします。若さんみなってと久保です。今日なんかざっくりですね。ジョージ系です。そしてそんな感じの今日一番ベスト原因になりますね。ゆうちゃんです。あ、どうもですね。こんな感じでフライデーズです。はい、いつもよりもダラダラっとサブしてます。今週は、ね、あの、もともとりゅうちゃん来る予定なかったんで、最初あのテーマ決めてたんですよ。あの、教えて僕らの〇〇の秋ってことで。〇〇の秋、はい、もうあのそろそろ秋になりかける。そうですね。はい、もうだんだんちょっと涼しくなってきた。そうね。なので、まあ扇風機がやらなくなったね。そうなんですよ。あの、今年は俺だけど寝るときエアコンつけなかった一回。お、本当にですか。素晴らしい。結構暑かったですよ。暑かった、暑かった。もう気がついたら T シャツがとんでもないことになってるんだけど、まあそうですよね。あのさ、おねしょしたかなと思った時あった。いや、すごいことになってるんだね。もちろんしてないよ。はい、汗って、はい、そんなに、あの、うん、はい、扇風機で足んなかった。いやいやいや、わかりますね。今年本当そんな感じでした。そんなに我慢する必要はなかったんだなと思ったんだけど、終わってみればよ。はい、でもさ、そんな坂本龍一さんに電気使うなとか言われたらさ、そう、まあそうだな、教授に言われたでしょ。教授あんたが一番使ってんだろとか思うじゃん。まあそうですね、はい、イミュレーターから始まって、まあ、ヘアライトからなんからさ、電気使いまくってますからね。あんたの過去は自分はこうなんか反省しないのかとか思うけど、でもなんか予備校に狙わせたことじゃないですか、教授。まあ、たかが電気と。で、CM の後は、はい、秋始まります。楽しみに。